久保さん、生きる証拠ですね。<laughs> あ、僕が証拠ですっていう。僕が証拠ですにしましょうか。なんかよく証拠を本当に稼いでるんですかとかあるじゃないですか。ね。まあ、よくあるあるなんですけど。本当に稼げるんですか本当に証拠、証拠出してくださいみたいな。え、僕が証拠です。みたいなね。<laughs> 僕自由にやってるでしょっていう。<laughs> 自由になんか動画撮ってるでしょみたいな。 会社も行かす。なんか、あんなことやってるでしょっていう。うん。少なくてもそこをね、わかりやすいように、誰が見てもまあまあわかりやすいように、いろんな動画アップしてるよと。<laughs> だ僕がね、あの、自由な生活してなかったら、そ,そもそもこんな動画いっぱい撮れなくないですかうん。どうすか。な <laughs> 久保さんがね、面白いなと思ったのが、 あのブランディングで家を買ったと。一括で家を買ったと。これはもう揺るぎない。誰が見てもわかると。まあ、確かになぁと。まあ、銀行口座のね、残高なんかはいくらでもしゅ、あの、ね、なんか引っ張っても来れるし、画像引っ張ってくれるし、なんか修正もできるじゃないですか。そは家はさすがに修正できないですよね。<laughs> 家は <laughs>。ずっとその家から発信してね。なかなかむ、難しいですよね。 ま、その一部だったら加工できますけどね。なんかセールスレターに一個の写真載せるタワーマンに住んでます。住んでないけど一部だけ載せるのはできるけど、ずっとね、そこから発信することは難しいですよね。住んでなかったら。<laughs> 家買いました、言うてね。で、家からずっと発信してるわけじゃないですか。本当に家買ったんだなっていう。そう。だからね、久保さんのあの、 家買いましたって良くないっすかみたいな。前なんかちょろっと言っ,言ってたんですよね。これ、これいいでしょうみたいな <laughs>。そう、家買ったっていうのはね、いいですよね <laughs>。うん。まあ、あとはやっぱその時間にゆとりがあるから、やっぱこういうのできるんで、まあ僕がね、昔の会社勤めてたこの久保さんとのやりとりは、まあ絶対無理ですね。絶対できないです、このやりとりは。前の会社だったら。 うん、今だからできるんであって、前会社、前の会社勤めしてる時だったらこのやりとり無理っすね、うん。てか多分僕の方でフェードアウトしてます。いや、それどこじゃないと。久保さんすみません、それどこじゃないですと。<laughs> 会社の売上作んないからそれどこじゃないと <laughs>、ね。今はね、あのー、本当ね、暇なんですよね。今もね、ちょっと動画一本撮ったんですけど、 暇っていいっすね。なんかいろいろ自分で選択できていろいろできるので、まあこれから僕今日、あの、まあその、なんだ、うん、飯食って、あの、うどん、うどん食べに、11時から開くんですよ、うどん屋が。11時から開くんで、あの、うどん食べに、食べて、うどん食べたら今度あの神社行こうかな、みたいな。ドライブしていきます、今度は。<laughs> 神社。あの鳥居がね、2つあるとこあるんですよ。 で、そのインスタ映えするだ、受け晴れてるし、インスタ映えするだろうなと思って。あ、あと、その、洗車、洗車もしてこうし、洗車して飯食って。どうしようかな。飯食ってから洗車しようかな。うん。はいまあ、そんな感じです。<laughs> もうね、仕事終わったんだ、今日。もう終わりです、仕事。もうブログも書いちゃったし。まあ、やるべきことも、まあ終わ、終わってるんで、もう終わりですね僕、仕事。ナイス。 ないです仕事ない <laughs> この久保さんとのやり取りは趣味なんで、うん、あのまあでも久保さんが言っていただいた通りね今回ね結構真面目に話していただきましたけどもう本当に久保さんの僕のファーストインプレッションはまああれですよね山口陸のウェブセミナーで僕が出てきて漢字が書けませんでしょよね多分ね <laughs> 漢字が書けませんっていうね うん。いやー、懐かしいっすね。まあ今はもうなんか、普通にできるようになりましたね。うん。あの時はなんか、あれでしたけど、今はもう空気みたいに動画撮れるし。うん。そう。だ情報業界の中田敦彦じゃないか。 エクストリームみたいなね <laughs> そうそうまあやればできるんで,でそれはあの僕が証拠だし久保さんが証拠ですよマジで久保さんだからできたんでしょっていうんだったらまあそ,れこそこじゃなくて久保マー,マージャン店のおっさんでもできたんだっていうねことを意識してほしいですよね ただの麻雀店で借金まみれのおっさんでもできたっていう、そこにフォーカスしてほしいですよね。僕も未だに漢字書けないし、まあ、そもそも字読めないしい、あそこ字あんま読めないしね。<laughs> そんなんでも稼いでんでうん、僕より勉強してるだろうし、僕より、なんだ、偏差値あるでしょ。うん、僕より偏差値ありませんあるでしょ。 だから、かけてきた時間が違うだけであって、そう。それは僕も普通のサラリーマンで働いてて、ネットビジネスとかやってなかったら、多分こんなことやってないですし、ただそのかけた時間がやせ、選択手段が違っただけなんですよ、単純に。うん。それだけですよ。なんか違い、違いがあるんだったら、それだけですよ。やってることが違うだけだって。<laughs> それがなんでもないですよ。僕も、 あのバイトしてたらバイトですよ今今今日もバイトしてますよ多分、うん、そのやってる手段が違うだけであって、うん、でそれを選択してそれができるようにするまでやっただけであって、うん、じゃあそれは一部の人しかできないのかって言われると麻雀店の借金まみれのおっさんでもできたし漢字も書けなくて偏差値クソ悪い僕でもできたし、うん、じゃああなたは何なんですかみたいな 借金まみれのマージャン店のオーナーなんですかと。偏差値ね、20以下でね、なんか、漢字も書けなくてあの、中学校の三者面談の時にに、お宅の息子さん、高こ校こど,こどこにも行けませんよって言われたことあるんですかみたいな。で、これも本当言われましたからね。ただ、僕は卓球やってたんで。 あのまあ、多分まあちょっとすみません、あの頭ではちょっとどこの高校も入るの難しいですけど、多分まあ卓球やってるんで多分大丈夫でしょうってままあ、まあ言われましたけど、でも言われましたからね、まあ正直今の学力だったらどこの高校にも入れませんっていう言われましたから、三者面談のかあに、あの高校の進路を決める時にまあ、あのなんだバイなんんだか面接面接もオートバックスでね。 君アルバイトでも採用難しいよって言われましたしいやマジ底辺でしょどう考えても <laughs> 完全あなたより底辺ですよ完全に言い切りますけどうんだからできないことは僕はないと思うんですけどね、うん、なんでやんねえんだろうな言ってらっしゃい。